大工のアボです。普段は住宅作ってます。今回、四方雑誌を作ることになりました。まあ、一般的にはこの四方雑誌っていうのは一箇所にあの四方から。保存が入ったりしてまあ抜けないようにもしますけども、引っ張るようにとかそういう風にするんで断面欠損がすごく多くなって。 かなり大きい柱に対して針が四方向から入るっていうふうにしなきゃいけないのでその断面欠損があっても柱が弱くならないかたら大きい柱を使うっていうそういうふうなあの大きい柱に大きい差し鴨いっていうふうな形になってます。あの四方差しののもになっているものは原家ってていうあの古いいるはう古 民家のうちで使われてたものを作ったんですけどもそこは実際はもう柱がもっと大きくって3 8センチっていう大きさなんでそこを今回展示するのにそんな大きいものってなかなか動かすのも大変で3 0センチという大黒柱のサイズを使ってます。<laughs> ケヤキの木は、まあ、落葉広葉樹っていうあの毎年紅葉して落葉してあのそういう木なんですけども一般的に民家っていうものとか、まあ、そういうでかい建物っていうのは、まあ、おそらく台風とか風っていうのもこう。 配慮してて重い材使うとか硬い材で壊れなくするとかそうするとすごくやっぱりケヤキっていう木が向いててそういう硬い木を大黒柱にしてそこに大きい刺身鴨の硬いものを使うただそれは硬くて加工がすごく大変。今は電電動動工工具具があるんですけどもおそらくこのの時代電動工具の な,いなかった時代におそらくちょっとずつ削ってこの形を成形するのにもかなり大変こうさし雇いがそこに入るっていうことはそのさし雇い自体もねじれるっていうことになるんで大工の場合はそのねじれたらこう補存を入れても負けてしまうようではダメでどういうふうに補存を入れておくと ねじれれに対して耐えられるかそこを大工さんってものすごい考えるんでそういうのも結構配慮しながら保存とかその敷地みたいなのを考えて考えてそういうふうに作ってます。